はい、ご視聴ありがとうございます。山本周五郎作「金作行状記」その第2回第1編「夕立の女」第2章「金作がこんなに困ったことはない」「土砂降りの夕立で辺りに人もいず山門の中に二人っきりでいた相手の娘が不意に気を失ってしまったのだからどうしようもない。しかしそのまま捨てておくわけにもいかないので倒れている娘の体を抱え上げて雨闇を待った。その間の途方に暮れたことは無類であった。29歳の今日まで異性の体に触れるのはこれが初めてである。相手は気を失っているというものの年頃の娘だ。濡れた肌の甘い香りや両手に抱えた体の柔らかい重みが武骨な金作をどんなに当惑させたか改めて記すまでもないことであろう。ともかくそれから四半時余りも彼は娘を抱えたまま恐ろしい住面で夕立を眠めつけていたが、やがて雨が小闇になると折よく通りかかった籠を呼び止めて娘を乗せそこそこに大辻下の屋敷へ帰った。見知らぬ娘を抱いて戻った主人を見ると、下僕の貨幣は目を向いた。これはまた旦那様。心配するな。途中で会ったのだが、急病で困っている様子などで連れてきた。向こうへ寝かして医者を呼んであれ。かしこまりました。貨幣に娘を預けて、金作は逃げるように今へ去った。駆けつけてきた町医者は一通り見ると過労の上にひどい空腹ということが分かったので粉薬を一丁置いただけで帰っていった。すぐに薬を飲ませ粥を作ってやりましたら今気持ちよさそうに眠っております。そういえば3日午前を食べていないというようなことを言っていたようだ。土地のものではござりませんな。何か言っていたか。音国からしるべを頼ってきたとか、そのしるべが行方知れずで迷い歩いていたとか、そんなことを申しておりました。目が覚めたら会ってみよう。金作は愛憐の心を誘われていった。娘が目覚めたと知らせてきたのは夜の8時頃のことであった。行ってみると、髪にもくしぼ通し帯も締め直したらしく見違えるように血色の良くなった表を節目にきちんと床の上に置きなぼっていた。どうだ、気分は治ったか。はい、とんだお世話をおかけいたしまして何とも申し訳ござりません。遠くから来たということだが。はい、加賀の在から。頼ってきたしるべというのはこの明石か。いいえ、姫路のお城下でございます。娘の一人旅は何か子細あることだろうが、しるべの行方が知れぬとするとこれからまた加賀まで帰るのだな。娘はちらっと震える目を上げて金作を見た。哀れなすがるような目であった。それともしるべを訪ねるのか。拙者にできることなら力になってやる。どうしたいのか遠慮なく言ってみるがよい。娘は深くうなだれたが、やがて袖を表に押し当てると丸い肩を震わせながら忍び寝に泣き出してしまった。泣いてはいけない、泣いては。金作は困って加賀へ帰るともしるべの行方を探すともどちらにしろできるだけのことはしてあげる。と言ってもすぐにここを出て行けというのではない。気持ちが静まってからよく考えて好きな通り言うがよい。わかったか。娘は泣きながらうなずいた。では今夜はもう寝るがよい。時に拙者は大志田金作というものだが、お前の名は何というのか。浪江と申します。金策はもう一度慰めの言葉を残してその部屋を出た。明くる朝起きてみるともう娘はたすき掛けでせっせと拭き掃除をしていた。どういう身の上のものかまだ知らないが、立ち居振る舞いも下品でなく、どこかにキリリとしたところが見えて、金策の朝起きの眼には珍しく新鮮なものに思われた。旦那様。貨幣は主人の表情を見て微笑しながら言った。なかなか良い娘でござりますな。うん。言葉つきもはきはきしていますし、することもそつがなく、武家方のお嬢様といっても立派に通りまするぞ。金策は娘の姿をじっと見やりながら唇を曲げてかすかに笑いを漏らした。その微笑をどう解釈したか、貨幣もまたもう一度微笑した。第2編争い第1章。金策が入っていった時、休息所ではもうその争いが始まっていた。近習版のお詰めは御座の間の次であるが、休息所は少し離れている。しかし声高に罵れば御座の間へ聞こえなくはない。その争いの声はもうその遠慮を忘れるほど高くなっていた。入ってきた金策はその様子を知らぬ顔で部屋の隅へのんびりと座った。やっているのは宇野文也と獅子塚幸右衛門であった。宇野は見るからに神経質な22歳の青年で、もう半分逆上気味である。幸右衛門は反対に落ち着き払って、下唇の出た顎を食いそらしながら、こぼ然と相手を乗馬していた。山本周五郎作、金策魚女記、その第2回、第2編、争い、第1章、途中まで2020年12月8日。